ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのしおりです。日本は世界的に見ても地震の多い国だと言われています。世界の地震発生回数のランキングを確認すると、その発生頻度は世界で4番目に高く、いかに日本人が地震とともに生きているかが分かります。実際に日本では震度の小さい揺れは日常的とも言えますし、東日本大震災をはじめとした巨大地震も数年に一度の頻度で発生しています。日本人にとって地震は非常に身近な自然災害です。そのような環境で安全に生活するために、日本人はたくさんの工夫と訓練を重ねてきました。そのため多くの人は小さな揺れではあまり動じません。そんな日本人の姿が海外の人々にはとても珍しく見えるようです。今回紹介するのは、とあるイギリス人男性のエピソードです。日本の英会話教室で働く彼に巻き起こった出来事とは一体？それでは早速見ていきましょう。僕の名前はオリバー。イギリス・マンチェスター出身の25歳だ。大学を卒業してからは親元を離れて英会話の講師として働いている。そう、大好きな日本でね。僕は幼い頃から日本のアニメや漫画が大好きだったんだ。イギリスでも日本のアニメはすごく人気なんだよ。ドラゴンボールやナルトなんかは大人でも知っている人が多いと思う人気の作品だ。特に人気が高いのはフェアリーテイルって作品だね。子供はもちろん、若者を中心に爆発的なブームが巻き起こってるよ。フェアリーテイルが題材にしているのは魔法とか妖精だろ。イギリス人はそういうのが大好きなんだ。世界的に人気なファンタジー映画のハリーポッターシリーズもイギリスが舞台だしね。そういった点でフェアリーテイルはイギリス中でとてつもない人気を誇っているんだよ。もちろん僕もフェアリーテイルの大ファンさ。このようにイギリスでは日本のアニメがすごく人気なんだ。僕と同じように日本のアニメが好きだっていう友達もたくさんできたよ。友達と一緒に大英博物館で行われた漫画展に行ったこともあったな。おっと、話がそれてしまったね。こんな感じで僕は幼い頃から日本のアニメ作品が大好きだったんだ。そのうちアニメだけじゃ満足できなくなって、漫画も読み出すようになった。青春時代を日本のアニメ漫画文化にどっぷりと浸かりながら過ごすうちに、僕は日本という国そのものに対して強い憧れを持つようになったんだ。渋谷、新宿、秋葉原、アニメで登場するさまざまな場所に足を運んでみたい。漫画の舞台となった街で日々を過ごしたい。そんな願いを胸に抱くようになってから、僕は日々勉強に励んだ。日本語も少しはわかるようになった。そして大学卒業後、ついに日本で英会話講師として働くことになったんだ。夢にまで見た日本での生活に僕は浮き足立っていた。母さんは何度も、日本って本当に安全なの？地震や自然災害が多いってイメージだけど、なんて不安げに話しかけてきていたけど、そんなことは少しも気にならないくらい、とにかく日本での生活が待ち遠しくて仕方がなかった。僕が働くことになった英会話教室には、僕を含めた数人の外国人講師と日本人の講師が在籍してた。慣れない環境と社会人生活のスタートで、初めはものすごく緊張していたけど、同僚はみんなすごく優しくて安心したよ。僕は基本的に英語が得意な生徒を担当することになった。英語の成績が優秀な学生やビジネスシーンで英語を用いるサラリーマンがネイティブの発音を学ぶために僕から英語を教わるってイメージさ。生徒のみんなもすごく親切な人ばかりだった。僕にアニメの舞台となった場所や今流行りの漫画について教えてくれるんだ。すごく恵まれた職場に就職することができたと思った。
余裕のある時にはアニメグッズショップを訪れたり、聖地巡礼っていうのかな、大好きなアニメで登場した場所を見に行ったり、日本での生活は最高のスタートダッシュを切ることができた。毎日が本当に楽しかったよ。イギリスに住むアニメ好き仲間に連絡したらすごく羨ましがられた。そんな生活を10日ほど過ごした頃かな、事件は起きたんだ。いつものように仕事をしていたある日のこと、突然地面がグラグラと大きく揺れ始めたんだ。本棚や窓枠もカタカタと小さな音を立てていた。もしかして地震？それもかなり大きい。僕は思わずパニックになって手に持っていたテキストを落として叫んだ。みんな落ち着いて、外に避難を。そんな僕のことを生徒のみんなはキョトンとした表情で見ていた。10代の生徒は、何言ってんの先生ったら、なんて笑い出す始末。意味がわからなかった。困惑していると隣の教室から日本人の同僚がやってきたんだ。ああやっぱりオリバー先生来日したばかりだから怖かったでしょう。それを聞いて生徒たちはなるほどと納得したような表情を浮かべた。一体どういうことなんだ。先生大丈夫だよ。今の地震は震源地も遠いし震度も4程度だから。同僚はすごく落ち着いた様子で状況を教えてくれた。この短い間にもうそんな情報をチェックしたのか。それより震度4って大地震じゃないか。僕は再びうろたえながら同僚に避難を訴えた。しかし同僚はやはりクールな表情で、震度4なんて日本だったらよくある話だから、講師なら落ち着かないとダメだよと言い、自分の教室へと戻っていった。その後僕は生徒たちに促されて授業を再開したが、終始気の抜けたような気分だった。なんとか授業を終え、僕は先ほどの同僚に話しかけた。地震は怖くないのか、どうしてそんなに落ち着いていられたんだって。すると同僚は、日本はすごく地震の多い国だから、どれくらいの揺れで日常生活に支障が出るのかが感覚的にわかるということ、それから日本人は幼い頃から学校や自治体単位で地震発生時の対処訓練を行っているということを教わった。他にも地震発生時に建物が倒壊しないよう耐震設備とそれに伴う点検がきちんと行われているということも聞かされた。もちろん慣れすぎて何もしないのは良くないけどね。地震が起きたら頭を守って様子を伺う、落ち着いたら情報を集めて安全を確認する、この一連の行動は日本人のほとんどが習慣づいてると思うよ。正直すごく驚いたよ。イギリスでは地震が起きることはほとんどないから、少しでも揺れを感じたらほぼ全員が天変地異だと言わんばかりにパニックを起こしてしまうと思う。そう、あの時の僕みたいにね。だけど日本人は老若男女問わず冷静さを保ったまま適切な行動を取れるんだろう。まさにプロフェッショナルじゃないか。それに耐震技術について少し調べてみたけど、本当に素晴らしいね。日本は地震の多い国だから、いつ巨大地震が発生するかはわからない。だから震度6から7レベルの地震が発生しても建物が倒壊しないような耐震性を保証することを法で義務付けているみたいだ。そのため建物を建てるときは地域ごとに過去の地震と地盤の性状を調べて、発生する地震を予測しながら最も耐震性が高くなるように建築するらしい。それに加えて大きな地震にも耐えられるよう実際に建物を用意して揺れに耐えうるかシミュレーションもしているんだって。本格的にも程があるだろう。過去に大きな震災に見舞われた日本だからこそ、
今後地震が起きた際に被害を拡大しないようにしっかりと対策を練っているんだろうな。あの出来事からしばらくはやっぱり地震に怯えたけど、今はだいぶ地震が起きても冷静に立ち振る舞うことができるようになったよ。日本で生活をし始めて1年ほど経った頃、盆休みの期間に一度イギリスに帰国したんだ。久々のイギリスはなんだか懐かしい感じがしたな。両親が元気そうですごく安心したよ。和菓子をお土産で渡したらすごく喜んでもらえたよ。見た目も美しくて上品な味だって。両親も日本の文化が好きみたいだ。それから家族全員でゆったりとした時間を過ごしていたんだ。日本での経験を話したりしてね。そうしたら突然父が、揺れてないかって言い出したんだ。僕はあまり感じなかったけど、母は確かに揺れてるわって父に同意した。そして地震だと気づくや否や、二人はパニックになってしまった。どうしようどうしようと慌てふためいてしまったんだ。父さん母さん落ち着いて、一度外に出よう。僕は冷静さを保ちつつ二人を連れて家の外に避難した。僕の実家は日本の建物と違って耐震設計がされていない古いレンガ造りの家だからね。揺れはすぐに収まった。もちろん被害も全く出なかった。すごく小さな揺れだったからね。イギリスで地震なんて珍しいなと思っていたら、オリバー、あなた日本で随分とたくましくなったのねって母さんに褒められたよ。怖がりなお前があんなに落ち着いて俺たちを避難させてくれるだなんてな、なんて父さんも驚いてた。確かに日本で暮らすようになって地震に対する漠然とした恐怖はかなり薄くなったように思うよ。しっかりとその時に応じた対処をすることが大事だって学んだんだ。これまで多くの地震を経験してきた日本は他のどの国よりも進んだ耐震技術を持っていると思うよ。あれだけ地震を怖がっていた僕が安心して過ごせているんだから間違いないさ。過去に発生した地震によって日本は大きな傷を受けたこともあるみたいだ。だけどそれらを乗り越えて今後に生かしていくという前向きな姿勢が本当にクールだと思うよ。困難に立ち向かい挑戦を続けて強くなっていく、まるでアニメの主人公そのものだ。実際に暮らしてみて僕はやっぱり日本のことが大好きだと感じたし、日本という国をリスペクトしているんだとも思ったよ。日本で生活を始めたオリバーさんは、地震発生時にも落ち着いた対応を見せた日本人の姿にかなりの衝撃を覚えたようでした。過去に大きな震災被害を受けている日本では耐震技術が非常に進歩しています。新しく建てられる建物はもちろんのこと、すでに建造されている建物についても耐震設備を増設したり繰り返し耐震点検を行ったりしてます。地震が発生しやすい地域でも人々が安心して暮らせるようたくさんの人が努力しているのです。さて今回のお話のテーマでもある日本人の地震に対する反応について、海外のネットユーザーからは様々な声が届いています。ここではその一部をご紹介しましょう。自分だったらマグニチュード6を超えるような地震だったら即外に飛び出す。日本に4年住んでた。初めの方は大きな地震があった時はもうダメだって感じだったけど、他の人は冷静だった。日本は耐震技術があるからな。あらゆるものが耐震になっている。日本は活断層沿いにあるから世界最高峰の耐震技術を持ってるもんな。国全体で建物がしっかりしてるんじゃなかったっけ。日本は地震が起こりまくってるから、よっぽどでかいのじゃない限り慌てることがない。耐震性がしっかりしてる建物に住んでたら
そんなに心配する必要ないんだろうな。やはり日本人の地震に対する慣れた反応は物珍しく映るようです。海外では騒動になるような地震でも日本人は涼しい顔をして対処します。これは幼い頃から繰り返してきた訓練の成果であり、日本の耐震技術の高さへの信頼の表れでもあるのでしょう。地震に対する日本人の対応力の高さは世界最高峰で間違いないようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。